はい、有坂選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最近どう？最近は、調子は悪くないんですけど、結構でかい着取ってますね。まあ、そんだけ攻めてるってことやね。いや、ギアが重くなって、セッティングが、なんかちょっと変なんですよね。あ、まあ、本来なら高松走ってたところなんだけどね。そう、走ってたってね。はい、明日決勝戦どうしますか？望月君の後ろなんですけども、うんうんうん、なんかの3番って、うん、別戦で走るみたいなんで、3番手につきたいと思います。まあ、田中君、望月君は調子いいんでね、はい、なんとか直線で伸びてきそうだね。そうですね、うん、頑張ります、はい、じゃあ明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうも。